はい、皆さんこんにちは、アキでございます。サバ市ですね。パート、これは143ですね。やっていきたいと思いますね。あんた何、私は魔術師キリンを、もういいって、あ、またここ来んだね。で、もうどこ行ったらいいんだろう。あ、やっちゃったまた。あ、バグは怖いね、ほんと怖いわ。で、またこうなんでしょ。で、あらららら、こんな感じだったらいいんだよね。まだね、中央抜いて公園のね、アーベルサフナーズに行って行くっていう敵がいないんでね。あれ、ハーピーって逃げるんだっけ。今逃げたね。なんだヒットアンダーウェイしたね。降ってるわ、降ってますね。まだ表の人が傘さしてるんでね。もう力よく雨宿りしていきましょうかね。で、こっちまで行っても大丈夫だから。ここまだ来てないのね。あとラーニアを倒せばいいそうなんですよね。あ、そうだ、早くドラゴンクエスト4ね、あの中古をネットで買わないと。ほんとなかったもんね。てかね、そうだ、ひどいっていうかね、あのちょっとびっくりしちゃったのが、プレステの中古を、プレステ、あ、1ね、1というか、あの2じゃないプレステね、初代のプレステね、プレステのね、ソフト自体を置いていない中古屋さんがありました。したんですよね。まあ確かに甘えないでよと、あ、ドラマであったね。あれですわ、やっぱりね、メディアを置くのも大変なのが分かるので、棚が行ったりね、場所が行ったりしますので。まあでもプレイステのゲームが全く置いてないね、びっくりしちゃった。ただ私ちょっと思うんですけど、こうやって古いゲームね、やりだして思うんですけども、確かにね、あの88の世代のゲームはね、古すぎるんですよね。ファミコンとか、まあファミコンつい最近ね、復刻版が出てすごい売れたってね、売れ行きでっていうのを言ってましたけど、まあぶっちゃけなんです、あのプレステぐらいのレベル、DS とかプレステぐらいのレベルのゲームだったら、あの、もう、エミュレーションで出してもいいんじゃないのって思うんですよね。で、まあ、あの、なんです?で、ダウンロードでね、今インターネットあるんで、もうダウンロードでエミュレーションで実装できるようにすれば、これまた、一つのビジネスモデルが作れるんじゃないのかなって気がするんですけどね。まあ正直そんなにベラボにね、強いビジネスモデルにならないと思うんです。だからエッグプロジェクトもそういう意味では一つの、まあエッグプロジェクト私、偉そうに言ってみましたけど、視聴者の方に教えていただいたんで。エッグプロジェクトも、そういう意味じゃ、ごめんなさいね、ちょっと、また、ダメになってからこっち行かしょう。エッグプロジェクトなんかもね、まあ私やったことないんで、仕組みまだ細かいことは分かってないんですけど、あんな感じでできるんだったらね、エミュレーションで一つの、形にダウンロードでね、できれば、多少のビジネスモデルにはなると思うんですよね。で、正直あの、ゲーム作ってるデベロッパーの人からすれば、ちょっと待ってね、これまた。私がアメーバー行きましょう。なんて言うんでしょうかね。
まあデベロッパー、私もね、あの一応アプリ作ってる人間から言わせてもらえば、仮に自分の作ったアプリが中古で出回ると困ります。あのユーザーからすればまあね、あの使う側からすれば安くて手に入るっていうんでいいんでしょうけど、あの中古で回ると、あの作った人には一銭も入らないんで、あのちょっと困るっていうのがあるんで、だからね、ダウンロードコンテンツにして、そういう感じ、あ、ダウンロードコンテンツがダウンロード版にしてね、ダウンロード販売にしてやれば場所も取らないですしね。一時ね、あの去年だったかな、電子書籍が結構ねわーわーやーやー言われた時に、電子書籍の中古販売をしますって面白いことを言ったところがあったんですよね。そんなのデータに中古も新品もあんのとかいう感じで思ったんですけど、まあ結局それ以来初めのその話題だけでね終わっちゃいましたけど、それからそこのそういう話は聞かないんで、ただ電子書籍の中古販売っていうのも面白いかなと思ったのは、それがあのね、制作者側にもある程度フィードバック還元されるんだったらいいなって、まあデジタルダウンロード、ダウンロードのメディア、メディアじゃなくてごめんなさいね、ダウンロードとかにすればそういうことが可能になるんでね、なかなか面白い試みだなっていうのは思ったんですけども、だもんでね、だからちょっとエミュレーションっていうとね、あまりいいイメージを持たないっていう、形になっちゃうんでしょうけど、そんなね感じで、もうメディアというのはね、あのまあまあもう今この時代メディアっていうのをなくそうっていう感じでしてますので、そういうのもありなのかなってね。まあ確かにあのメディアを作ってた、メディアに依存してた人たちは、あの正直もう生活に関わる大問題なんで、そこをどうするかっていうのはあると思うんですけども、まあちょっと時代の流れからすればね、メディアというのはどん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 通信がこの常にコネクティングっていうかね、あの接続できてるっていうのを思えば、あら、あなたは、私はまじで何ができると、あなた会ったことないねということは何かあんのかもわかんないね、だもんでね、どん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 そういう感じにすれば、制作してるね人たちの人たちの恩恵があるのかもしれないですよね。あら、どここれ、まあいいか、おお、あら、ちなみにですね、何回か言ったことがあるかもしれないんですけど、私、Android のアプリを作ってるんですよ。で、私ね、英語できないんで、日本でしか販売しないんですよね。販売というか、Google Play を使ってね。で、やってるとね、メールが来るんですよね、英語で。知らないとこから。でね、あなたのアプリを、あなたのアプリが、順位を言ってくるんですよね。あなたのアプリが何位になりましたって言ってくるんで、何の話かなと思ったらね、勝手にね、実行ファイル、勝手に実行ファイルをね、盗んで、勝手に公開されてるんですよね、海外で。いや、構わないんだけど、日本語でしか表示されてないんだよって。多言語対応してないんだよと思いながらね、もうね、まあそうだね、まあ特にサバッシュの動画ってあまり再生数少ないから、もうぶっちゃけていいかなと思うんですけど、もうぶっちゃけるとね、アンドロイドでかなり無法地帯です。まあ興味のある方は聞いてくださいね。あ、興味あったらあかんか、こんな話。もう簡単に実行ファイル抜くことができるんですよ。私もね、作ってる側の人間なのでね、まあそんな Android をメインでやってないんです。もう最近 Android がね、 Android が全然
辛かったので、もうここまあまあアップデートはしてたりするんですけど、アプリのアップデートはしてたりするんですけど、もう新規のアプリは今年1本だけ出したかな。それ以外はもう全然やってないんで、どちらかというともう全然違う方向行ってるんですけど、そのまあアンドロイド、まあスマホが今ちょっとスマホはあの過渡期を超えたかなっていうのが私の正直なところなんで、あ、こういったね、私の感じてたとこでは一昨年ぐらいかな、多分一昨年ぐらいがもうすごく、まあ、去年タブレット元年言われましたからね、一昨年ぐらいがすごく盛んだったと思うんですけど、でもう私もね、デベロッパーとしてね供給する立場なんで、一度ねAndroid のクラッキングってどんなんだろうって思って、まあネットにやり方載ってるんでね、今簡単に調べるんでやってみたんですね。ほんとショックでしたショックなぐらいに簡単にクラッキングできますね。これほんとショックでしたね。まあAndroid って基本的に Java、 まあ訴訟になってましたけど、オラクル Java で組まれてるんですよ。今でいうオラクル Java をベースにして言語がね、で組まれるんで、まあ Java ね、あの JavaScript とは違うんですけど、 Web の JavaScript がよく間違われるんですけど、実際は違うんですけども、ちょっとごめんなさいね、専門的な話になっちゃって、もうサバッチで会話、あのサバッチで話すネタがないんでねごめんなさい。オラクル Java っていうのが、まあ昔で言う、昔だからね、一昔前のサン Java ですね。サンが作ってたのをオラクルが買収したんでオラクル Java なんですけど、まあもともとオープンソースっていう、Windows のエグゼント、Windows のね .net とかと違って、その隠蔽をかなり凝って、その商売系アプリを作るのを商売系に直結してない言語なんですね。だからどちらかというと、お金儲けよりもスキルとかそういうコンピューターの世界をもっともっと進化させようねっていう、すごい崇高な崇高な方たちが作ってる言語なんですけどもね。ですんで、まあ言えばその、ま、私の感じる分ではね、やっぱスキルアップとかそういうのがメインなんで、金儲けっていうのは二の次っていう感じで捉えられるんで、そんなに隠蔽っていうか、セキュリティという言い方したらちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、クラック しにくくなってないんですね。なもんで、まあ、JAR ファイル、JIR っていうファイルがあるんですけどもね、Java はね、コンパイルすると。あれってただの圧縮ファイルなんで、まあ、そんなに難しくなく、ソースが抜けたりするんですよね。まあ、そんな感じなので、だからね、私ね、ネットに載ってるやり方でね、自分のアプリをクラックしてみたんですけど、もうね、ほんとびっくりしちゃった。ダモでね、もう、Android って、Google Play 以外のアプリでもインストールする設定があるんですよ。インストールできる設定がね。ダモで、まあ言えば、ノラアプリって言われるね、アプリも簡単に入れることができるんですね。まあちなみに確かね、Amazon も Android のアプリを配布してるし、Amazon のマーケットで。Amazon、今はどうか知らないですけど、私が Amazon からメールが来ていろいろ調べたときには、そうだったんですよね。だもんで、Amazon、その Kindle か、マーケットでアプリを入れたかったら、その設定をね、まあセキュリティ下げないといけないんで、それやっちゃうと野良アプリっていうのが入れちゃうんですね。インターネットからダウンロードして実行してインストールしたりとかできちゃうんで、まあよくあるパターンが優勝アプリ、お金がかかるアプリですね。
お金がかかるアプリの、実行ファイルを、悪意というか、海外、まあ海外が主ですね、悪い業者がその実行ファイルを抜くんですよね。で、抜いてインターネットにアップするんです。で、その有料アプリの実行ファイルを抜いて無料で公開しちゃうんですよね、自分のところのウェブに、ホームページにね。で、それだけだったら、まあ、有料アプリが無料になってるからいいねということで、まあ、人が群がったりするんですけども、本当に悪意持つ人はそこで、ね、先ほど言いましたけど、Java のクラッキングは簡単にできちゃうので、そこに悪意のある、まあ、いわばマルウェアって言われるね、悪意のあるソースコードを追加で記述しちゃうんですよね。個人情報を抜いたりとか、あと、まあ、そうですね、電話帳の情報を抜いたりとかね、そういうのをしちゃって、そのコードを差し込んだ、まあ、言うたらウイルスが混入された、実行ファイル、ソフトウェアを、有償ソフトウェアを無料で公開すると。そうすると、ただで出てるからラッキーっていうことでね、有料アプリがただ、ああ、レベル上がっちゃったら嬉しいな、こんな長ったら話してたら、ごめんなさいね。わ、有償アプリが無料で配布されてるわーっていうことで、あ、ごめんなさい。それをインストールしちゃうと、ウイルスが入っちゃったりということになっちゃうんですね。だもんで、ノラアプリを入れる、まあ、ルートって言われるんですけど、ルートを取ったりすることで、そういうことをやられてる、まあ、コンピューター好きのね、人がそういうことやっちゃうと、もうとんでもない悪意のあるアプリが、悪意のあるソフトウェアがインストールされちゃったりも、それほど、ちょっとプログラムの知識があって、あるだけでできちゃうので本当にね、どの面下げてくるんだろうと思いますもんね。そのメールが、メール出すやつも出すやつだなと思いますね。あなたのアプリがあなたのアプリが何位になりましたとかね。で、なんだろう、前来たやつあれだな、あなたのアプリを私のサイトで公開してあげてるんだけども、そろそろアップグレードしないみたいなね、アップグレードかアップデートなんかめっちゃ失礼なメールが来ますね。本当にね、もう本当首絞めたくなるもんね。人のアプリを勝手にっていう感じでね。あ、そうだ、だからね、レビューというかね、説明文とかも全部うまいことコピーというかね、Google Play から参照したのかもしれないですけどね。だからね、レビューとかもそのまんま Google Play に書いてるものが載るんですよ、そのサイトにね。ひどいなと思いましたけど、まあでもね、そういうことが可能な世界なのでね。こっちは、あれ、あ、最初に戻ってきちゃった、魔法が解けた。おお、そういうことね。あ、サージロット何これ、サージロット何、なんだいなんだい、サージロットってなんだい、あ、ちょっとごめんなさいね。あ、多分これあれなんだろうね、魔法使えるやつなんだろうね。ちょっと見てみましょうか。あら、ちょっと待ってくださいね。あら、あららら、あら本当なんだろう、このね、参考にさせていただいてるね、ウェブがね、スマホで見ると全然見れないんです。何今のノイズ、すごいノイズ入ったんだけど、よいしょ、うん、なんかノイズがカンカン入ってるね。なんでしょう。あ、サージロットね、サージロットね、あ、ごめんなさい、ドラゴンスレイヤーじゃなくて1万9000のストレングスです。あ、しまった、うわー、あー、サージロットね、よいしょ。あ、でもね、なんかね、いろいろね
余計な話ができたんでちょっとすっきりしました。サージロッ、あ、ホックグレイブなんでホックグレイブ持ってんだ。8番ね。で、あ、29,000 まで上がりましたけど、これ多分殴らんとダメなんでダメなんでしょうね。まあでもいいや。ひょっとしたらマジックパワーとか上がるのかな。そんなことないかな。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなったんでこの辺で終わっておきましょうか。サバッシュパート143ですね。この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。